はい、こんにちは、村尾聡です。今回はですね、いろいろな活動を物で教室に持ち込みましょうという話をします。はい、先生のクラスでは教室にいろいろなものが置いてありますか？置いてないですか？あんまり、あの、いろんなものをね、教室に持ち込むと子どもたちがそのものによって変わることがあるんですね。ですから私は教室にいろいろなものをね、とにかく持ち込むようにしました。で、その持ち込んだ小さな一つだけのものによって、その子がものすごくクラスの中でね、目立つようになったり変わるっていうことがね、よくあるんですよ。ですから教室にはね、皆さん普通のクラスの10倍ぐらいでいろんなものを持ち込んでください。まあ、10倍までいかなくてもね、5倍ぐらいで持ち込んでいいと思うんですよ。そうすると非常にクラスが活性化します。うまくね、そのものにハマった子たちがあちこち生まれるんですよね。そうするとそのハマったということがですね、他の子にもまたハマったりして、こう拡大していくことがあるんですよ。ですから学級経営のね、基本は教室にものを持ち込むということがね、一つあると思うんですよね。まあ今ね、教室にいろんなものを持ち込んじゃいけないっていう、まあ、そういう指導もあるので、難しいかもしれないんですけどね、まあ少しずつね、一個でもいいからね、持ち込んでください。そうすると子どもたちがものすごくね、変化して、でそうするとね、当然学習の方にも生きるんですよ、そういう力がね。まあ、そうやってクラスっていうのは作っていくもんなんですね。はい、で例えば私がどんなものを持ち込んだか、ちょっと今から紹介します。まずね、けん玉ですね。これはね、非常に有効でした。けん玉はね、教室にだいたい10個ぐらいで入れてありましたね。こんな風にね、牛乳パックで作るんですね。これにいつも入れてありました。で最初はね、こうやってこういうふうに丸めて入れておくんだよっていうのを全部教えてから子どもたちに解放するんですよ。そうするとね、けん玉っていうのはね、子どもたちがとにかくハマる子がいるんですね。でもしもけん玉が教室になければね、なければまあないまま過ぎるわけですよ、何もせず。だけどそこにけん玉があることによって、もう休み時間けん玉に夢中になったり、ね、する子が出るっていうことですね。はい、あとね、ドラムセットですね。これは私がドラムやってた、まあ、これもね、いつも持ってるのスティックですけどね、ドラムをやってた、影響もあるんですけども、まあ、教室に電子ドラムをいつも置いてあったんですよ。今はね、置けないかもしれませんけどね、当時置いてあったんですね。でこれを休み時間練習してる子が出ると、こうちょっと教えるとね、まあ、簡単にできるようになるんですよね。でそこからこうなんか音楽に目覚める子が生まれたりするんですよ。でそれがね、やっぱクラスを作る上でのね、面白さでもあるんですね。はい、まあ、そんなことをしました。そしてあと本ですね。これはね、クラスのこの実態に合わせた本をいつも教室に置いておくということですね。私、教室の一番後ろの棚のところはね、端から端まで本がずらーっと並んでるような感じだったんですよ。例えばね、マジックの本だとか、まあそういういわゆる読み物だけじゃなくてね、こうちょっと見るようなもんですよね。図鑑的なマジックだとか、とヘアスタイルの本とか置いておくと、結構ね、女の子がヘアスタイル見たり、男の子がね、マジックの本読んでるんですよね。まあそういう本があればですね、学校行って読むわけですよ、家になくても。まあしかもね、その本っていうのはなるべく図書館なんかにないような本を置いておくといいんですよね。もちろん勉強するところなんですけども、勉強が終わって休み時間になった時にはね、自分が面白いと思うものが常に置いてあるっていう状態を作っておくのが、私はね、基本形だろうと思うんですよね。まあ中にはそんなね、勉強に関係ないものをいろいろ置いて、そっちに集中させるよりはちゃんと勉強に集中できるようにした方がいいっていう人もいるんですけど、私はそうあんまり考えなくて、休み時間は休み時間で思いっきり自分の好きなもので遊ん でそのことがね、必ず学習に生きるんですよ。これやってみないと分かんないんですけども、生きるんですね。ですからこういうものを置いてました。その何を置くかという調べ方なんですけど、ね、今からお話しますね。例えば子供に調査してどんなものが欲しいか聞いて、教師が購入するというパターンが、まあよくあるパターンですよね。あとね、ちょっとこれ意外なんですけど、子供に調査をせず、教師が多分これはまあ例年ね、これを買っとくと子供が乗るからって、もう分かってるものありますよね。そういうものはもう勝手に買っちゃうんですよ。そうすると興味を持っている子供たちがそれを活用するという流れですね。ですから調査して買う場合もあるし、教師が勝手に購入する場合もあります。はい、そしてそれがね、うまくハマるとですね、子供たちは係活動を作るんですよね。それについて、例えばけん玉だったらね、こう面白いなと思う子たちが放課後何人か練習してたら、じゃあ俺たちでけん玉会社作ろうっていう風になってけん玉会社が生まれたりするんですね。まあ、こうやって、いろいろな活動をね、物で持ち込むっていうことは非常にいいんですよ。でいいんです、これ失敗はないんですよ。持ち込んでみてうまくいかなかったら、それも下げちゃえばいいんですよね。
いろいろ持ち込んでみて、で子供がハマったものだけ置いていくと、1年間経った時にはもう休み時間もみんな夢中になってね、取り組むものが常にある状態が作れますので、ぜひですね、このいろいろな活動をもので持ち込めっていうことをね、やってほしいなと思います。はい、今回の話は以上になります。はい、そしてまた宣伝です。私のチャンネルですけども、本当にねありがたいことに1万人の登録者になりました。ありがとうございます。それを記念して、3つの企画を今考えています。1つ目が、村野聡教材開発ショップと研究資料室の方の1000円引き、これね、どんどん活用してくださいね。そして2つ目が、6月に2回行います、第13回村野聡サマーライブ、第14回村野聡ウィンターライブですね。この2つのセミナーのリバイバルセミナーを行いますので、ぜひご参加ください。早速申し込みいただいています。概要欄にも出てますからご覧くださいね。で、3つ目の企画はまだ秘密ということでね、近いうちに紹介したいと思います。はい、それでですね、このチャンネルをぜひ応援してください。チャンネル登録、そして高評価コメントもいただけると嬉しいです。で、ぜひですね、 Facebook や Twitter、Instagram などにも私のチャンネルを紹介していただけるとね、本当に嬉しいですので、どうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。